デリカシアトルに生まれて一郎に憧れ野球を始めた。投手の才能を開花させて投げ込む速球150キロ大学時代にバスケに専念リバウンド大活躍果たしたけれど夢の舞台 NBA どこにも指名されなかった。下部組織とかヨーロッパとかオファーが来たけれど断って悩んだ末に選んだのは好きだった一郎の生まれ故郷は日本名古屋。一郎寿司任天堂それしかわからないまま B リーグに入ったけれどもホームシックになった。日本語話せずに引きこもってた。だけど父から言われた外出て文化を受け入れろ。それから人生変わった。日本で友達作って文化に触れていつしか日本が大好きになってた。日本のみんなに恩返しするため日本語も勉強聞かして日本代表目指した。日本に来てくれてありがとうホーキンソン。